怖いやつだ。よろしくお願いします。何も発表されてない。怖いやつだ。いつも発表しないんだから怖いよ。怖いやつ、怖いやつ。ふふじゃないよ。皆さんこんにちは。今日はおつまみいただきありがとうございます。怖い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 、そういう怖いよ。ではですね、皆さんとコラボしてるんですけれども、はい、まだ企画内容を発表しておりません。怖いんだよな。怖いんだけど何怖いのインタビュー系のね、動画を撮るときにこう内容を伏せてやってるんですけれども、今回は皆さんのスマートフォンの一番最近撮った写真を見せてください。うわぁなるほど。変わりませんよ。なんだっけ。変わりませんよ。なんだっけ。今決めないでくださいね。あの全裸とかだったらいいですよ。めちゃくちゃ面白くない。全裸とかなんかそういうなんかやばいやつだったらあれですけど、ちょっとこれ恥ずかしいかもなみたいな、めっちゃ決めてる自撮りとかだったら見せてください。なんか面白いんだけど。よろしくお願いします。スクショ含む、スクショ含むではなく、スクショはちょっとあれかな。あ、じゃあスクショなしね。スクショなしでいきましょうか。写真か、これだ。スクショ、なんでこれなの。動画だったりするんじゃなくて、写真でいいの。写真で、写真でお願いします。いや、共有してる。で、あの写真をみんなの LINE があると思うんで、それに貼っていただいて、全員で見ていきましょう。あ、これやばいかも。なるほどね。やばい。ねえねえ、やばいんだけど、お父さん写ってる。じゃあ顔隠しとくわ。モザイク、後でモザイクすればいい。後で処理しときます、それは。え、どこで？あ、グルちゃん。あ、タマちゃんまず来ちゃったよ。待ってよ、待って待って待って。ごめん、ダメだった。まだ待って。じゃあタマちゃんから行きましょうか。逆にね。あ、消しちゃった。ごめん。誰からにしようかな。誰からにしようかな。じゃあみのりんからにしましょうか。じゃあみのりん、スマホの一番最近撮った写真を見せてください。ハラリン、なんかね、つまらないんだけどいいかな。いいですよ。つまらないのがリアルを求めていきましょう。いや、あのゆいちゃんの企画で、いや、そっか。いや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 、じゃあね、その前のがちょっと面白いからね、それ出すね。うん、その前のがいいな。うん、これなんでよ、何これ。あー、なるほど。寝ぼけてみたなんで。その時ね、え、めっちゃ多くなる。間違えてさ、アラーム鳴ってる時にこう消そうと思って写真撮っちゃうんだけど、軽、みんなで今日1時から撮影ってしてたじゃん、うん、12時37分ぐらいにアラームで、あ、そろそろ起きようかなと思ってた時だった。遅いな、ギリギリ。20分で撮影の支度できるってことだね。羨ましい。まあまあ遅れるかなっていう、ね、予想。あ、そうやってね、みんながもうやっぱ遅れると思ってる。もう見越されてる。遅れるスタイルってまるでまるでゆうやくんじゃん。きょうさん、さっきのまるでゆうやくんじゃんってやつ、なんなんすか。逆でした、あのまるでまさくんでした。いや、俺はもうきょうさんに言われても何も思わないです。じゃあ次、まさ行きましょうか。わかりました。はい、一番最近撮った写真を見せてください。今朝撮った写真なんですけど、今朝髪切ったからじゃない。いや、違います。髪あるかもしれないから。何これ。え、いや、彼女が結構なんかいろんなところで寝るんですけど、だいたいソファーで寝てるのにもかかわらず、今回はこのソファーからも落ちて寝てる。かわいい。撮りました。かわいい。写真撮るのはやばいわ。やば。のろけですね。のろけましたね。ないわ。おい、あの、いいですか、マサさん。何でしょうか。彼女さん着られてるの、これウームパーカーですよね。確かに。ですよね。これあれですよね。僕全然聞いたことないんですけど、彼氏のパーカーを着ている彼女っていう状態ですよね。確実にそうですね。怖い怖い、急に怖い人来ちゃった。確かに。確かに。憧れのシチュエーションですか。はい、着れそうです。相方はどうなのか見ていきますか。ゆうやさん、何も面白くないんだよな、俺。ゆうやさんお願いしますよ。ほんとリアルな、リアルなやつ。はい。その1個前とかじゃなくて。
リアルなやつで。リアルなやつで。その一個前って。なんで？その一個前これです。これです。え、これ前じゃない？これめちゃくちゃ前に絶対投げてたやつじゃん。え、だって写真撮る？そんな。俺写真撮らないよ。俺だってこれの一個前1週間前ぐらいだもん。撮った。え？え？これツイッターで見た。ゆうやくんこれ彼女と一緒に飲んだやつでしょ？そうそうっす。うわ。うわ、ボナール。まだ今日からだ。グラシに喧嘩売りちやがって。のろけてんな。全然飲まないんだけど、なんか急にプレモルもらったんで飲みました。なんかあれでしょ、この後編集できなくなっちゃうなみたいなツイートしてたやつでしょ。そうそう。あーあーあーもうやだやだ。これ編集しないで何してたんですかって話ですよ。本当ですよ。何してたんですか。何言ってるよ。切れちゃった。だるめっちゃ言ってる人みたい。じゃあ次はたまちゃん。モザイクかけてないけど。ああ、いいよ、やっとく後で。かわいい。かわいい。後ろに、後ろにパパチューブ。お父さん、お父さんいなくなって思ったけど、いたわ。背景の廊下下下下なのかなとか思っちゃった。頭の上からパパチューブの顔が出ちゃってる。モザイクかかってますけどね、これね。そう、かわいいでしょ。なんか知らない男と一緒に寝てる写真とかじゃなくて。ジェニーちゃん。あー、マジかよ。お願いします。まあいいや、送るわ。もうなんか嫌そうな感じですけど。なんだろう、ハンター。何だよ、これ。何どういう、何これ。結局さ、誰やって、ここ見たのがすごい多くなってくるよね、みんな。これ作ったでしょ。あの、仕込んだろ。あの、この間ストーリーを更新して、うん、で、一枚欲しいと言われて送って保存して、これ。なんだよこれ、クセが強いの。なんで真顔なんだよこれ、しかも。なんで真顔なんだよこれ。なんで真顔なんだよこの人。全然楽しくなさそうじゃん。次、えっちゃん。私ね、私のやつはね、昨日の夜撮ったのが。お、ちょっと周り汚いけど。なにこれ。これね、日本人形なんだけど、この多分動画が出てる次の週ぐらいにうちのチャンネル出るんですけど。これやばいじゃん。じゃあ、ドッキリをかけられたの。呪いの人形ドッキリをかけられた時の呪いの人形の写真。ちょっと怖いな。怖いもん、ちょっと。怖い。スタイル入ってるし。ね。髪型めっちゃおもろくない、でも。いや、おもろいけど、なんかどう反応していいか分からなくなっちゃった。ちょっと怖くない。いや、普通に怖かったからね、私も。後ろにリングフィットアドベンチャーも。リングフィットアドベンチャー。保存したくないもんね。あの、明日になったら髪伸びてます。やめてください。怖い怖い。画像なのに。画像なのに。じゃあ次、レイくんお願いします。女だろ、どうせ。あ、女だわ。うわうわ、これね、一緒に動画やってたやつ。これサムネの確認を送るためにパソコンの画面撮っておくだって。いや、スクショしろ。間違いない。この時に YouTuber ならスクショしろってなる。間違いない。女ですよ。まあさ、密ですよ、密。密ですね。でもこれ撮ったら、あの、まあ自粛前なんで。はい。どれぐらい密なんですかね。この方とはね、関係的にはね。でもこれ、まだ会って2回目ぐらいです、これ。怒ってる。え、みんなこの空気感やめましょう。じゃあ、ゆうぽん。はい。最新の写真を見せてください。え、めっちゃ面白くないです、これ。ちょっと待ってください。かわいい。ごめんなさい、ごめんなさい。いいですね、自撮り来ましたね。ねえ、ツイートしてたやつだな。自撮り来ましたね。インスタのだ。本当に大人っぽくなったよね、ゆうぽんね。本当だよね。もっとみんな自撮り送ってくれてもよかったのに、女性誌。ゆうさん、はい、お願いします。ちょうどいいのがありますよ。これです。これか、見た、これか。朝日ビールうんこのやつか。自分でさ、パシャってやるようなものっていうのさ、だいたいツイッターとかに乗っけようとするものだったりする。一緒になっちゃうね、こういうの。今作ってみて、この髪の毛。今作るの？今って俺ばっかしゃんのに今できないでしょ、抑えちゃったから。俺すごいな、でも
すごい。いったんじゃん。あ、すごい。なんでそんなできんの？髪の毛が痛みまくってるからだと思います。あー、なるほど。すごい。くまさん、いきますか。なんで嫌そうなの？OK。いけてる。はい、いきます。いやー、嘘でしょ。嘘だよ。絶対嘘。これ最新なわけがない。マジで最新。ちょっと待って。いや、好感度上げに来たな。好感度上げてきたな、これ。写真、写真。あれなんか来た。これは？これ俺知ってますけど、これ載せれないやつですよね。誰ですか？あの、お顔隠してあげてください。お顔隠していいですか？前に狙ってた方ですよね。あの、若干ストーカーしたことですかね。若干すごい飲み会で、おもろいな。だね、可愛いなと思ってて、たまたま飲み会で一緒になったから帰り道、あ、電車の方向が一緒だったわってなって、もうなんか思いっきり追いついて、なんかお疲れみたいな声かけるのもなんかちょっとガスガスしてできなくて、でももしかして向こうが気づいてくれたらもうちょっと話せるチャンスあるかなと思って、気持ち悪いよ。昔よ、昔。あー、結構いいし。あー、だでも僕らもやらないのはあれなんで。あ、そうじゃん。そうなんですよ、僕らもやりますか。何これ？何これ？請求書？何これ？何これ？あれ？リーダーシップだからもうちょっと面白くてもよかったんだよ。そうだよね。もうちょっと準備してもよかったんだよ、リーダーシップだ。準備しても。何？二人の写真。何この寝癖おもろ。いい準備これ。今朝。はい、ということで今日は皆さんのスマホの一番最新の写真を見せていただきありがとうございました。一番面白かったでしょうは誰ですか？はい、一番面白かったでしょう。いや、一番面白かったでしょうは間違いなくクマさんですね。クマさんですね。ありがとうございました。ということで皆さんのチャンネルでも動画上がってますので、概要欄からぜひチェックしてみてください。それでは次回でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。